どうも、ニガイラスレーターのぐんまくんです。今回は世界的アーティストの村上隆さん著書芸術企業論について解説していきます。僕がこの本を読んで、この人が伝えたいことはこれだという結論をまとめました。まず最初に結論なんですけれども、歴史に美を刻むことが最大の目的であり、それは命よりも価値があること。2つ目、芸術は商売であり稼がなければならない。3つ目、評価されない作品に価値はない。4つ目、芸術で評価されたければルールと歴史を学べ。5つ目、凡人が天才に勝る作品を作るには組織企業として作品を作らざるを得ない。6つ目、芸術の自由神話から目を覚ませ、本当の自由はルールの上にある。早速衝撃的な内容だったんですけれども、これを読んでですね、僕の絵や芸術に対する考え方がかなり、ショックを受けて変わったなと思いました。アーティストになりたい人はこの直球のメッセージを受け止めて、しっかり自分の中に落とし込む必要があるなと感じました。アーティストになりたいという方はぜひ最後まで見てください。ということで、アーティストになる方法を一緒に学ぼう。僕はですね、絵描きはアーティストを目指すべきだとよく言ってまして、もちろん僕も目指してるんですけれども、実は僕はですね、基本的に有名な画家のことすらあんまり知らないんですね。で、絵を見てすぐわかる、上手くてすごい絵ならまあ良さわかるんですけれども、この現代アートのようなわけがわからないものに破格の値段がつくっていうことに理解ができません。で、こんなんじゃですね、アーティストになれないなということで、まずは日本が誇る世界的アーティストの村上隆さんからですね、アートを学ぼうという思いですね、今回本を読んでまとめてみました。一緒にアートについて学んでいきましょう。現代画アーティスト村上隆さんとは、ということで、まず村上隆さん、どんな人なのかざっくり解説していきます。現在59歳です。実績としてはアメリカで作品がですね、億単位で売れる作家です。で、ルイ・ヴィトンとのコラボも成功させたりですね、ベルサイユ宮殿の個展も成功させて、世界的な画家として成功している方です。作品は日本のアニメやオタクの文化を取り入れて、今の日本を表現しているとされてます。で、有限会社開会機器という会社を立ち上げてですね、組織的に作品制作、企画運営を行っています。海外では認められてますけれども、日本では結構嫌われている感じなんですね。それがなぜかというと、オタクの文化のいいとこ取りをしているとかですね、まあ、海外でお金儲けているとかですね、組織的な作品作り、自分一人で作るんじゃなくて組織として作品を作っているっていう批判ですね。で、芸術を使った金の亡者のように批判されることが多い、物議を醸し出す、作家になっております、村上隆さん。で、この本で村上隆さんの伝えたいことをまとめてみました。もちろんですね、僕なりの解釈になるので、何度も読んでですね、心に響いた部分を抽出して解説しています。1つ目、歴史に美を刻み込むことが最大の目的で、それは命よりも価値があるということで、村上隆さんの意見はとにかく直球でですね、普通の絵描きは絶対に言わない、身も蓋もないっていうことが多いんですね。なので日本ではかなり批判されることが多いんですけれども、まず前提としてですね、村上隆さんは何がしたいのかっていう、ここをですね、理解して読み解いていくと、こう言っていることが納得できるとか、やっていることが納得できると思います。で、僕が考える村上隆さんのアーティストとしての目標は、歴史に美を刻み込むことである。で、これに尽きるんですね。で、それはですね、自分命よりもはるかに大切なことということです。で、こういう考えを理解していると、この過激な発言にも思えるようなこともですね、なるほどって思えるようになります。ではですね、この歴史に美を刻み込むっていうのはどういうことなのかっていうと、簡単にですね、言うと、自分の作品が何百年も語り継がれて人を魅了し続けるっていうことを言っています。何百年も何千年も残り続ける作品を作ること、これが村上隆さんの生きる理由なわけなんですね。村上隆さんはですね、自分のことを凡人であるって言ってます。で、日本の芸術界に認められない怒りっていうのと、生きている実感を持ちたいっていう欲望ですね。そういうのがですね、作品制作の根本にあると言ってて、で、その負のエネルギーを払拭させる到達点が、歴史に美を刻むことなんだということです。
成功してもですね、なお消えない怒りと反骨精神のあるめちゃめちゃ熱い人ですね。で、全てがですね、スケールがでかいんですよ。で、これ読んでですね、僕は全てが足りないんだなってショックを受けました。この歴史に美を刻むことっていうのが村上隆さんの目的だっていうことを踏まえて次に行きます。芸術は商売であり、稼がなければならない。まず前提として芸術は商売であると。で、作品を作るのにもお金がかかるし、で、特にですね、村上隆さんの作品はとんでもなくお金がかかるんですね。日本でもトップクラスの造形師を雇って、実物大のフィギュア作品を作ったりですね。で、基本的にチーム制作なので、多くのスタッフを雇ってマネジメント作品を作っていくので、とてもお金がかかるんですね。で、生活費もあればアトリエ代だってあると。で、いい作品を作ってお客さんに売ることで生活費を稼ぎ、制作代を稼いで、芸術っていうのはそういった商売なんですね。この商売であるっていう、ここに目を背けて、芸術は金じゃないって現実を見ることなく趣味で描いているような人はですね、一生趣味で描いていたらいいでしょうと村上さんは言ってます。まあ、その考えもですね、僕すげえわかるなっていうところがあるんですね。夢を語ってた仲間がいつの間にか趣味でね、終わっちゃうっていう人がいっぱいいるんですよね。自分はそれだけは嫌で、泥臭くても絵を売って絵で生きてやるっていうのが気持ちがあって今の自分があるんですね。稼ぐっていうことに目を背けてたらですね、結局何も残せないし何者にもなれないんだなって改めて思いました。次ですね、どんないい絵が描けたところで売れないものに価値はない。アートとは何だろうかって考えると、お金とは何なのかなっていうことを考えさせられます。売れないものに価値はないとはどういうことかっていうことで、このショッキングな言葉なんですけれども、つまりですね、売れないっていうことはその作品に価値を見出してくれる人がいないっていうことで、結局そういった作品はですね、自己満足でしかないっていうことなんですね。で、これはわかるようなわからないような気がしますよね。大半の人はまあ普通の感覚だとそんなことないんじゃないって思うと思います。どちらかというと僕もそうなんですけれども、というかそうであってほしいですね。じゃあなんで村上隆さんはですね、こんな身も蓋もないことをバシッと言えてしまうのかっていうと、ここに出てくるのが村上隆さんの人生の目的なんですよ。それが歴史に美を刻むことだからなんです。で、普通の人よりもですね、圧倒的に目指すところが高いからこそですね、目線が違うんですね。で、普通の感覚とは常軌を逸したですね、価値観が生まれるわけなんですよ。で、つまりですね、村上隆さんが言ってることは、何千万何億何百億で売れるような価値のある作品しかですね、歴史には残らないって言ってるんですね。趣味で描いた絵が何百年も歴史に残りますでしょうか。数千円で買った絵が何百年も語り継がれるでしょうか。で、それがどんなにいい絵だったとしてもですね、きっと忘れ去られてなかったことになってくんじゃないでしょうか。で、歴史に残らないものに価値はないっていうことで、村上隆さんの目標が歴史に残すっていうことなんで、だから村上隆さんはですね、絵を高く評価してもらえるように売ることにね、全身全霊で取り組んでるわけです。美術品の顧客である大金持ちのですね、アメリカ人に自分の作品が歴史上でどれだけ価値があるのかっていうのを 100% 伝えるために、伝える内容をですね、何度も何度も練り直して、英語の翻訳の修正を何度も何度も繰り返して、作品の良さを十二分に伝えることに全力を尽くしてるんですね。まさにこの売れなきゃ価値はないっていう、普通の感覚では理解できない言葉でもですね、村上隆さんの生きる目的が分かってると、なるほどなって思える行動だと思います。歴史的な作品を作り上げることに命を懸けているからこそ、この言葉はですね、重くて説得力があるんだなと感じました。はい。次に、芸術で評価されたければルールを学べ。ルールを学べっていうのはですね、芸術にルールとかあるのって思わないですか？で、村上隆さんが言うには、アーティストとして成功したいならアメリカのルールを学べって言ってるんですね。芸術の中心はアメリカであって、アメリカの富裕層がお客さんになるわけです。で、そこで、戦うにはですね、徹底的にこのアメリカのルールを学ばないといけないと言ってます。ルールが分かってないと、この評価にすら値しないっていうことで価値がつかないんですね。野球で例えてみると、この野球のルールを知らない人がプロ野球の入団テストを受けるようなものじゃないかなと。どんなに体格が良くても、まあ書類で落とされるんじゃないでしょうか。
こうルールを知らないと土俵にも立てないわけです。日本人はこの芸術のルールが分かっていない、このアメリカでですね、高値で売買されるような芸術の価値が分からないと言ってます。次に、自由神話から目を覚ませ、本当の自由はルールの上にある。日本人の一般的な感覚からすると、芸術は自由だから芸術なんじゃないのって思いますよね。村上隆さんはですね、日本でアートが評価されない環境に憤りを持ってまして、その原因の一つとして芸術の自由神話っていうのがあると言ってます。自由にですね、描いた絵こそがオリジナリティのあるいい絵なんだって早期化されて絵を描く人って育つと思うんですけれども、まあ、僕もそうだし、そう思って生きてきました。でもこれは大きな間違いであると村上隆さんは言ってます。本当のいい作品っていうのは歴史から学んで芸術のルールにのっとった上で表現した作品こそが評価されて歴史に残る作品なんだって言ってます。このあたりもかなり衝撃的な内容でですね、でもよく考えてみたら、これって当たり前のことかなとも思います。自己満足で終わっていい作品であれば自由に書けばいいんですけれども、人に何かを与えられる価値のあるものを作りたいと思っているのであれば、自分の自由に書いたものがですね、他人に価値を生み出せるとは思えないんですよね。僕もですね、このあたりは結構葛藤というか、絵って何なんだろうなっていう葛藤があったんですけれども、これを言われて、まあやっぱりそうだなって。でもこれってどんな職業でもこれは同じなんじゃないかなと。でこれをですね、走り幅跳び選手で例えてみます。走り高跳びのことを知らずにですね、この棒を高く飛びなさいって言われたとします。でさらにですね、自由に飛ぶことが最高なんだって言われて、好き勝手毎日飛んでいて上達するのでしょうか。この状態で本当に価値のあるものが生まれるのかなと。走り幅跳びの歴史をちょっと調べたんですけど、昔はですね、普通にまたいで飛ぶベリーロールっていう飛び方が主流だったんですけれども、ある時から背面跳びっていう画期的な飛び方が開発されて、今ではそれが主流になってるわけです。で、こうして先人の知恵を使ってより良い技術が生まれてきて、今の社会が成り立ってるわけなんですね。で、それを無視して自分一人好き勝手にやったことで何が作れるのか、何を成し遂げられるのかっていうことにつながるんじゃないかなと。歴史を学んで現在を理解することで、これから先自分がどうするべきなのかがやっと分かってくるんじゃないかな。だからですね、自由にやってて背中から飛んだら高く飛べたっていうのを発見できたとしてもですね、それも歴史学んでたらですね、もう昔の人が見つけてるよっていうことになっちゃうわけですよね。だから本当の自分らしさとか自由っていうのは歴史の上にあるんじゃないかなということですね。歴史から学んでルールを理解することで、そこから本当の自由だと村上隆さんは言ってます。で、ルールを知らないから不自由なんだ、ルールを知ることが本当の自由なんだと。日本のですね、芸術自由神話、僕も信じてたし、どこか、まあ、疑ってはいましたけれども、村上隆さんからですね、現実を申し出されました。本当の自由なアーティストを目指して、修行と勉強をしていかないといけないなと思いました。で、次にですね、ルールの学び方です。ルールを学べって言われても何を調べたらいいのかっていうところで、まあ、まずはですね、好きなアーティストがいるならですね、その人のことを徹底的に調べたらいいと言ってます。そのアーティストの作品は何でいいのか、何で評価されてるのかっていうことを、その人のですね、背景にある、歴史的なものや文化だったり、人生を学ぶことが重要だと。そこから法則性みたいなルールを学べるということですね。で、次に戦後からの歴史を学ぶのがおすすめということです。で、歴史を学べって言われてますね。歴史って本当に広すぎて、どこから学んだらいいのかっていうことで、歴史を学ぶならですね、とりあえず戦後から現在までの美術史の流れを把握するととてもいいということです。だから実用的な部分を先に学んで、まあ余裕があれば全部調べようっていう感じでしょうね。次にアメリカのルールを学ぶということで、アメリカの富裕層が芸術の中心なので、アメリカの文化や歴史、芸術を学びましょうと。で、とにかくですね、ひたすら歴史を学んで、どうしてこの作家が評価されているのか、で、評価基準が何なのかっていうことが理解できれば、そのルールにのっとって自分がどうしたらいいのかっていうのが見えてくるって、そういうことだと思いました。で、僕ね、歴史も嫌いだし、勉強も嫌いだったんで、本当に反省ですね。で、これから勉強しまくろうかなと思ってます。
凡人が天才に勝る作品を作るには組織、括弧企業として作品を作るべき。村上隆さんが批判を受けるポイントがですね、作品を自分だけで作らないで企業としてスタッフと共に作り上げる点なんですね。で、これに関して村上隆さんはですね、日本の文化として捉えて作品を発表していて、で、それがさらに評価されているわけなんですよ。で、これからの芸術は組織で作るべきということで、まあ、このあたりがですね、この本のタイトルである芸術企業論みたいなことにつながるんじゃないかなと。なぜ組織で制作するのかという利点をまとめてみました。一つ目、凡人が天才に勝つためには大勢でアイディアを討論して生み出すことが必要であると。で、天才に勝つために組織的な分業が必要だと。で、多くの人の意見やアイディアを取り入れて模索しながら、ですね、自分一人の殻を破って新しい作品を生み出すっていうことが、この組織的に作ることでできるんだそうです。自分の殻を破るっていう意味では、何人もの頭で考え出されたアイディアっていうのを自分がまとめるっていう形ですね。で、二つ目、組織的にお金をつぎ込むことで時間を圧縮して作品を生み出すことができるということで、村上隆さん貧乏時代ですね、作品を発送するにも段ボールすら買えないのでもらってくるのような状況だったみたいです。で、それでもう何をするにしても時間がかかったそうです。お金をかけないっていうのはやっぱり時間がかかるわけです。でも、お金をかけて作品を作ることができれば時間を短縮できるんですね。なので、この村上隆さんは作品のスケールが大きいので、自分一人ではとてつもない時間がかかっちゃうんですけれども、この組織的に作ることでその時間を圧縮して作品を世の中にどんどん生み出すことができています。で、これも一般的な感覚からすると、金で作品をバンバン作って金を稼いでんのか、やっぱり金の亡者やないかいって思われがちなんですけれども、ここを理解する上で、一番最初に言った村上隆さんの生きる目的、歴史に美を刻むっていうのが、この村上隆さんの生きる目的なので、どんな手段を使ってでもですね、歴史的に巨匠を超えて評価されるためには、この組織的な作品制作っていうのは当たり前の行動かもしれません。しかしながらですね、僕はこれを真似できるかっていうと、かなり厳しいなと思いました。つまり、まだ僕はですね、自己満足としての作品制作をしているからだと思うんですね。村上隆さんのようなですね、徹底的な歴史的な価値っていうのを追っていないところが、この自分のダメなところで、だから他人に自分の作品を手伝ってもらおうっていう発想が出てこないんですよ。そういうことなんじゃないかなと、まだまだ勉強不足だなと思いました。ということで、まとめに入ります。歴史に美を刻むことが最大の目的であり、それは命よりも価値があること。美術作品っていうのは何百年と自分の命よりも長く続くものだと言っていて、そのためには自分の命よりも作品の方が大切なんだってことを言ってます。次に、芸術は商売であり稼がなければならない。もう基本的にはもう生活していい作品を作るためにはお金を稼がなければいけない、当たり前なことですが、芸術っていうのは商売なんだっていうことをちゃんと理解して、作品を売っていくことに全力を尽くさないといけないっていうことですね。で、次に、評価されない作品に価値がないっていうのは、歴史に残る作品じゃないと価値がないんだっていう、村上隆さん目指すべきところがめちゃくちゃ高いので、極論になっちゃいますけど、評価されない作品には価値がないんだ、すぐ消えてしまうものなんだっていうことで、こういう言葉を使っているんだと思います。次に、芸術で評価されたければルールと歴史を学べっていうことで、まず評価されるためには、この芸術の歴史からルールを学んで、アメリカでアメリカ人のことを知って、アメリカのルールを学んで作品を売る。まず歴史とルールを学ばない限りは、この作品が評価にすら値しないと。次に、凡人が天才に勝る作品を作るには組織としての作品を作らざるを得ない。やっぱり天才に勝つためにはですね、組織として作品を作らなければ歴史に残るような作品が作れないということを言ってます。そして、芸術の自由神話から目を覚ませ、本当の自由はルールの上にある。で、これはですね、やっぱりルールを知らないで自由が一番だっていうことは、価値を出すことから逃げていることだと。やっぱり自己満足ですぐ消えてしまうような作品を作るなら、まあ自由にしたらいいんだけれども、本当に価値があるものを作りたければ、歴史ルールを学んで、その上で
自分の作品を作ることが本当の自由であり、価値のある作品を生み出せるっていうことだと思います。ということで、村上隆さんの言葉はですね、一見結構厳しいように見えるんですけれども、理解していくとですね、努力でなんとかなるんだなっていう勇気ももらえます。村上隆さんはですね、ジブリの宮崎駿さんを尊敬していて、徹底的に調べたそうなんですけれども、やっぱりあんな天才だと思っていた宮崎さんも努力の人なんだっていうことが分かったそうです。で、そしてですね、村上隆さん自身もまさに努力の人だなと、この本を読んで僕も感じました。凡人がですね、歴史に残るアーティストになるには、こんな努力が必要なんだっていうことを教えてくれた本だと思いました。もちろんですね、僕の主観で本をまとめているので、この内容をかなりざっくり解説してますし、実際もっとですね、技術的なことだったり、具体的なアメリカのアートの現状なども詳しく書いてますので、気になる方はぜひ本を手に取って読んでみてください。村上隆さんの芸術企業論です。僕もですね、世界一のアーティストを目指すべく、勉強していきますので、皆さんも一緒に芸術を学んでいきましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとう。 Thank you.